メイコさん大丈夫？あ、水木さん。今日のランチ、兄嫁さんも来てたでしょ？うん、本当にごめんなさい。急に来るとは思わなくて。別にメイコさんが連れてきたとは思っていないから、そこは心配しなくて大丈夫だよ。なんか明らかにつけてきたって感じだったし。水木さん、わかるのね。なんか明るくて人懐っこい感じに見えるけど、すごくずうずうしくて嫌な人だなって思ったよ。何よりメイコさんがすごく辛そうだった。何があったの？水木さん、それがね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと毎日楽しく暮らしているよ。今日は久しぶりにママ友のみんなとランチ。子供たちが小学2年生になって少し気持ちが楽になったね。とりあえずたまにはおしゃべりしようかって感じだったんだけど、メイコさんの兄嫁が急に現れたの。しかもメイコさんと同じような服装でね。すごく強引だし、いかに自分たちが仲良しなのかそういうことを話してくるの。メイコさんも苦笑いというか少し震えていて、どうもこの兄嫁さんの関係に悩んでいるみたい。あのね、この兄嫁さんすごく意地が悪いんだわ。それでいて証拠も残さないように、メイコさんへの LINE ではいいことばっかり書いてるの。とりあえず二人の実家での会話を LINE で再現したからちょっと見てくれるかな。メイコと兄嫁志保の会話。あの志保さん、私の部屋に入りましたよね。え？だから何？私の部屋には入らないでくださいってお願いしたと思うんですけど。はあ？だってメイコちゃん実家に住んでるわけじゃないでしょ？どうせ物置みたいになってるんだから別にいいじゃん。なんで意地悪するの？うわ、怖い。嫁いびり？小獣との嫁いびりとか最低だね。あの、私の趣味のものとかがたくさん置いてあるので、それに私のアクセサリーとか洋服がなくなってるんです。何よ、私が盗んだって言いたいの？うざ。志保さんが今日着ているワンピース、それ私の部屋から盗んだものですよね。何言ってるのよ。せっかくメイコちゃんと双子コーデしてあげようと思ったのにテンション下がるわ。マジうざいんだけど。盗んだんですよね。は？盗んでないけど。うわ、泥棒呼ばわりするんだ。だってそのワンピース私が手作りしたものです。学生時代に作ったもので、まあ失敗したものだから透けてるんだけど。この嘘つき女、そこまでして嫁をいびりたいの？いや、それは本当に私が作ったものなんです。失敗作だけど。ああ、いびられてるって旦那に言っちゃおっかな。言っても大丈夫です、本当のことなので。いいのかな、お父さんやお母さんも悲しむよ。だって私とメイコちゃんは仲良しで双子みたいな姉妹だって信じてるんだから。これはさ、あくまで会話のやり取りを LINE にしたもの。すっげえ嫌味な感じでしょ。でもね、実際の LINE は全然違うんだよ。今日はメイコちゃんと一緒に遊べて楽しかった。私この家に嫁げて本当によかった。返信ないけど私何かしちゃった？メイコちゃんにいつも怒られるね。こういう LINE を送ってくるんだってさ、まあ意地が悪いね。メイコさんのお兄さんやご両親に対してはすっごい猫かぶってるんだよ。私だったら録音録画してすぐにバラしちゃうところだけど、メイコさんのお兄さんは新婚。みんな結婚できたことをすごく喜んでいるから、メイコさんはなかなか言い出せないみたいなんだよ。でもね、最近は物を盗んだりたかりをしてきたりやりたい放題。このままじゃダメだねってことで引っ掛けることにしたのさ。舞台はコストコだよ。やば、私コストコって初めて。そうなんだね。メイコちゃんのママ友さんなのに私も受け入れてくれてありがとうございます。メイコちゃんってドジなところあるでしょ。大変ですよね。いえいえ、とんでもない、素晴らしい人ですよ。ふーん、私ね、メイコちゃんと双子みたいって言われるの。え、どこが？え、いや、正反対に見えるんですけど、面白いこと言いますね。水木さんって結構きついんですね。ああ、すみません。ふん。で、どこにいるんですか？メイコちゃんとも連絡が取れないし。私コストコ初めてだからよくわからないんだけど。広いし離れ離れになったから迎えに来てもらわないと。まったくメイコちゃんってグズなんですよね。志保さんが怖くて逃げたんじゃないですか？いや、すごいですね。なんでメイコさんのカートに物を入れるの？
みんな会計は別々だって話したでしょ。はあ？私たちは姉妹なの。双子みたいに見える仲良し姉妹なの。会計が一緒でも別にいいでしょ。それメイコさんに払わせるつもりなんだよね。しかも仲良し姉妹ってずうずうしい。なんだと？お前うざいんだよ。ほらメイコさんはそんなこと絶対に言わないもの。本性めっちゃ出てるけど大丈夫？うるせえな。30万くらいコストコ商品買ったから早く来い。兄嫁の言うこと聞けってあのグズに言えよ。早くしろ。はい終了。え？後ろ見てどうぞ。は？え、水木さんそこにいたの？なんだメイコちゃんもいるじゃん。ん？ちょっと待って、なんで旦那と義両親もいるのよ。やっと尻尾出したか。は？コストコって楽しいんだよね。テンション上がるんだよ。だからここならボロ出してくれると思ってたんだ。相当行きたがってたっていうのメイコさんから聞いてたし。何よ、あんたどういうことなのよ。ほらメイコさんとの LINE のやり取りでは猫かぶってたでしょ。でも私たちのランチに現れた時ってかなり本性出てたからさ、義両親の前ではかぶれても第三者の前ではできないと思ったんだよ。だから私が出てきたので、予想していた通り私の前では猫かぶりができなかった。あんたはめたのね。そりゃあもうがっちりと。なんでこんなことするのよ。メイコさんとはね、結構長い付き合いなんだ。彼女はおとなしい性格だけど本当に優しいいい人でね、今までいろいろとお世話になったの。私はそれをお返ししてるだけ。あんたには関係ないでしょ。本当に関係ない？は？自分のママ友が兄嫁に意地悪されているのを知って関係ないからって放置するの？攻撃されている人が目の前にいて自分が助けられるなら助けるよ。この綺麗事ばっかり言いやがって。あのグズギマイと同じじゃない。あの、今私たちの姿見えたよね。みんなでこの LINE 見てるのわからない？はっ。ちなみに今志保さんのご両親もこちらに向かってるからね。いやその後だけど、まず志保さんは逃走。そのためお支払いは駆けつけた志保さんのご両親がしたよ。なんでも志保さんにはリアルに妹がいるんだけど、ずっとその妹さんを下に見て意地悪していたんだって。昔から性格の悪い志保さんにご両親も手を焼いていたみたい。ただメイコさんのお兄さんは真実を受け入れられなかったよ。まだ新婚だし嫁さんを信じたい、そう言って涙目で帰っていったっけ。まあこればかりは無理もないよね。でもメイコさんのご両親はちゃんと謝ってくれたの。お嫁さんフィーバーで本性にちっとも気づかなかった。お嫁さんが早く我が家に馴染むようにと考える一方で、娘のことをないがしろにしていた。そう言ってくれたんだって。私としては良かったかな。でもね、実はメイコさんのご実家ってかなり裕福でさ、お肉とか果物とか高級なものをいろいろ兄夫婦の家に送っていたみたいなの。それをやめたから兄夫婦すごい喧嘩になったらしいよ。水木さんこんにちは。メイコさんこんにちは。なんか志保さんとお兄さんすごい喧嘩してたよね。この間駅で見かけたよ。そうなの。ほら両親がいろいろ物を送るのやめたでしょ。そうしたら志保さん兄に文句言ったらしいの。また再会させろって。それでさすがに兄も怒っちゃって。せっかくお兄さんは志保さんの方に着いたのにね、自分の旦那さんよりも送られてくるものの方が欲しいのかな。まあメイコさんのご実家が送ってくるものだから相当なものばかりなんだろうけど。父は会社を経営しているからとにかく物が多いのよね。お付き合いでお中元やらお歳暮やらすごい量だし、株主優待にふるさと納税、本当に目いっぱい。その中でもいいものを厳選して私や兄のところに送ってくれるの。まあ両親だけじゃ消費できないからね。そこから私もお裾分けをもらったりするものね。いや本当にありがたいよ。水木さんにはいつもお世話になっているから。いえいえ、こちらの方こそ。それにしてもメイコさんのお兄さん夫婦大丈夫なのかね。まあ大丈夫じゃないよね。自分だけは妻を信じたい、そう思ってはいたものの、志保さんの本性はどんどん明らかになって、今度は荷物を送らせろと大騒ぎ。それに志保さんはメイコさんのものをいくつか盗んでいたの。それを家の中で見つけてね、さすがにメイコさんのお兄さんも目が覚めたみたいだよ。
自分の妻が迷惑をかけてしまったこと、自分自身も誤った考えをしていたこと、しっかりメイコさんに謝罪してくれたんだって。もちろん盗んだものは返したりお金を払ってくれたよ。そして、返せ！私の幸せを返せ！志保さん、もう連絡はしてこないでください。お互い関わるのはやめましょう。志保さんと兄は離婚したんだから。あんたのせいよ。せっかく金持ちと結婚できたと思ったのに。あんたが、あの水木なんて女を連れてくるから。いずれは志保さんの本性をバレていたと思います。それに、こんなこと長くは続かないわ。うるさい。私の借金の支払いどうしてくれるのよ。これからあの男に支払いさせようとしていたのに。まあ、やっぱり婚前調査っていうのは大切なのね。プライバシーの侵害だ。借金払え。せっかく私があんたみたいな陰キャと仲良くしてやったのに。仲良く？私に意地悪していただけですよね。それに志保さん昔から同じようなことをしていたって聞きました。実の妹さんはもちろんお友達にもひどい扱いをしていたって。はあ？そんな人と兄が別れてくれて本当によかった。それでは。ちょっと待ちなさいよ。ねえメイコちゃん、せめてちょっとお金を貸して。私実家に戻れないの感動されたのよ。行く場所がないなんてかわいそうでしょ。ねえちゃんと見てる？おい、ふざけるな。くそくそくそ、なんでこうなるんだ。せっかく金持ちと結婚したのに。その後、離婚するにあたりメイコさんのお兄さんは探偵に調査を依頼。今までいろんな人に意地悪をしていた事実や借金持ちであること、そして複数の男性と遊んでいることも分かったんだ。そこで慰謝料を少額にする代わりに離婚しろと迫ったんだよ。まあ新婚だから慰謝料は微々たるものだし、それよりも早く離婚したかったんだろうね。本当は結婚前に婚前調査をする予定だったんだけど、お兄さん断ったんだ。自分は志保さんを信じているからってさ。その気持ちをご両親も汲んだんだけど、優しくて素直な性格のご家族だからこそこうなっちゃったんだね。まあ今志保さんは誰も助けてくれず、住み込みで結構危ない仕事をしてるって話だけど、本当に心底どうでもいいよ。あんなに意地の悪い人はちょっとくらい苦労した方がいいと思う。メイコさんとお兄さんは和解したし、今は元通りの生活に戻ったよ。そして我が家にもお礼にとたくさんの荷物が届いたの。お裾分けじゃなくてわざわざ用意してくれたみたい。我が家ではなかなか買えない高級な食材がいっぱい。そしてニャニャ丸にもおもちゃやおやつがいっぱいだよ。あとね、とっても可愛い爪研ぎできるミニキャットタワーもいただいたの。リビングには違うキャットタワーがあるから、千秋の部屋に置くことにしたよ。すっかり気に入ったらしく、今日はそこで昼寝してたっけ。にゃにゃ丸、よかったね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。